政治家、海賊、イスラム教徒である。国民革命軍の陸軍一級上昇であると、同時に、カツラ軍、その中でも、新カツラ系と呼ばれる集団の指導者の一人である。中華民国の政治においては、蒋解石とは、反共抗日などで一致していたものの、厚生省などを地盤に、省の権利に挑戦し続けた。字は竹を、ムスリム名はおまる。 あだ名は、小ロクズ。姓は、旧来、ベーダルーデンと称しペルシャ商人の子孫である。ベーダルーデンへは、シロと改正した。シロタカシキは、厚生省の陸軍学校では、交渉やりそう人と同級生だった。そこは、サイツバによって運営された近代的な学校であり、その卒業生は、厚生省の軍隊を近代化している。シロタカシキは、 軍閥の時代、厚生省第一師団の原型であった大隊の司令官代理となっていた、厚生及びもう一人の仲間である理想人と同盟し、国民党指導者である孫文の支持者として有名になった。新桂系と呼ばれたこの同盟は1924年、厚生省軍閥陸栄亭への攻撃を続けた。同盟の尽力により、厚生省は、 中華民国の管轄下になり、白、高敷と理想人は、新しい厚生省指導者たちの代表となった。北伐の機関、白、高敷は、国民革命軍参謀長であり、たびたび吸収、策略、奇襲により大きな敵を打ち破っての北部軍閥に、対する多くの勝利を認められた。1927年、彼は、東ず軍を率いて、 広州と上海を征服する。上海の中東軍指揮官として、白、高敷も1927年4月4日の国民革命軍及び、上海の労働組合の共産分子一層の行動に参加した。白、高敷は前線部隊を指揮して、最初に北京に入り、北伐を達成した現場の上級司令官として認められる。 北伐における彼の戦場での功績に対して、三国時代の英雄にちなみ、小諸葛亮とあだ名された。中国人は一般に諸葛亮を歴史上一番の戦略家としている。北伐の最後には、小解析は、後世の軍隊を除くために世論を喚起し始める。1929年の一時期、白、タカシキはベトナムに避難を強いられた。 1930年から1936年まで、白、高敷は、厚生省の再建に貢献し、そこは、進歩的な政府のある、典型的な省になった。厚生省は、日中戦争のため90万人以上の軍隊を、供給した。公式な交戦は、北京郊外における露光橋事件において、中国と日本の間で1937年7月7日に、 始まった。1937年8月4日に、白、高敷は、紹介席に誘われ、中央政府に復帰。日中戦争の間、作戦と訓練に、責任のある幕僚長代理を務める。彼は、中国側が領域を利用して、時間を稼ぎ、敵の戦線広報におけるゲリラ戦術を採用し、あらゆる機会において、 敵の補給路を崩壊させる総力戦の戦略を、小介石に納得させた重要な戦略家である。より良い装備と訓練がなされた日本軍が進行すると、中国側は彼らに、現地での補給を与えないために、敵の進路で、焦土作戦を行った。白、高敷は、多くの重要な作戦にも関わった。 その中には1938年春の山東省における作戦で優勢な敵を破るために、僧人と協力して得た初めての主要な大事層の戦いでの勝利がある。中国の行動は数ヶ月間、日本の前進を妨害し、遅らせた。その後、彼は第3、第4、第7、第9戦区担当を兼ね、慶林の軍事評議会の戦地執行部司令官に、 任命された。彼は、湖南省の都である調査防衛の成功を監督した。1939年から1942年の間に、日本軍による攻勢は3度の調査海戦で、すべて撃退された。白、高敷は、構成省南部を取り戻すため、構成省南部での桂南海戦と混論関の戦いも指揮した。 1945年の日本敗戦後、中国の国境内戦は本格的に戦いを再開した。1946年春、中国の共産主義者は満州で活動的だった。共産軍の臨兵将軍指揮下の兵力10万を超える部隊が重要な鉄道の分岐点である紙幣を占拠した。国民党軍は何回か試みたが、 林氷を退かせることができなかった。次に、蒋介石は作戦を監督させるために、白、高敷を派遣した。何回かの再展開後、国民党軍は2日間の激戦により完全に林氷の軍隊を破ることができた。この紙幣攻防戦は中国本土が、 中国の共産主義者の手に落ちる前の1946年から1949年の期間における国民党の最初にして唯一の主要な勝利となった。国防部長時代の白1946年6月に白、高敷は国防部長に任命されたものの、蒋介石が白、高敷を通さずに指定で国境内戦について 主要な打ち合わせや決定を行い始め、正規の指揮系統を通さず、個人的に最前線の部隊に対して、師団レベルに至るまで指揮をしたことで結果として、有名無実化してしまった。小政府や大都市周辺を国民政府軍で、片目地方に共産党を追いやって封じ込める省の戦略は、戦争当初には4、1の比率で、数の優勢があった。 国民政府軍の崩壊をすぐに招き、国境内戦は国民党にとって苦しいものになった。1947年2月28日の2.28、事件後の台湾の暴動は、中央政府の指名した役人と守備隊による、ずさんな行政のために起きたもので、生来の台湾住民である、本省人と、中国本土から渡来した住民である、外省人双方に、 多くの犠牲者を出した。白、高敷は、小解席の個人的な代理として、事実関係の調査及び、民心の安定化支援のために派遣された。各種の台湾住民に対する面接調査を含む2週間の、視察後、白、高敷は、知事の交代とその仲間の秘密警察署長の起訴を、含めた大胆な提言を行った。 彼は暴動に加わった学生に対してその両親が監督し、以後の普通の行動を保障する条件で恩赦も与えた。こうした率直な行動もあって、本省人の信頼を得ることに成功した。白、高敷は他にも、紹介席との仲違いがあった。1948年の総統、副総統選挙では、 彼が副総統選挙に出た彼の友人で、後世の先友である、理想人を支援し、理想人は、蒋介石の選んだ候補である孫化に勝利した。蒋介石は白、高敷を国防部長から罷免し、中国中部と南部の責任者に任命した。白、高敷の部隊は、後世から、海南島に撤退しつつも、最後まで抵抗を続け、 1949年12月30日に、指揮下の部隊ともども台湾へ向かった。その後は、総統府戦略顧問委員会副委員長や中国、海峡協会会長を歴任したものの、紹介席とも和解することなく、理想人の中華人民共和国への基準にも強烈な、非難をもって答えた。1966年12月1日に、脳血栓症で死去。 白、高敷は台湾台北のイスラム墓地に埋葬されている。戦略家としての白、高敷の名声はバーバラ・タックマンの著書失敗したアメリカの中国政策で記されたように有名だった。米国陸軍大佐エバンズ・カールソンは白、高敷が多くの人に最も鋭敏な中国軍人と認められると述べている。エドガースノーはさらに踏み込んで彼を 世界のあらゆる軍隊が誇りとする最も知的で有能な指揮官のうちの一人と呼んだ。白、高敷は現在アメリカ合衆国に住んでいる中国人作家で脚本家である白咲き、イサムの父である。ありがとうございます。